皆さんこんにちは。今回は31層迷宮区のタンクについて解説していこうかと思います。で、まあ基本的なタンクのやり方がわからない人は85層迷宮区のタンク動画前に作ったので、そちらを見てもらえればと思います。で、スキル編成なんですが、ほぼ85層迷宮区のタンクと同じで OK だと俺は思ってます。ただし31層はセイローランサーリーファいらないです。で、まあやっぱこのコーヒーブレイクリズベットがないと、特に31層はアイテム使用負荷が長くて死んじゃいます。マジで炎症ダメージがすごくて、なんか85層迷宮区だとこのコーヒーブレイクリズベットなくてもなんとかなったっていう人も、31層迷宮区来たら死んじゃったみたいな、そういう人も結構いるんで、ないと結構きついです。で、まあどの武器でやるかっていうのをよく言われるんですけど、まあ、片手コンでも片手再建でも OK だと俺は思います。まあ、片手再建だと、まあ、この水属性弱化3デバフとか4デバフみたいなのを使えるのでいいって言われてるんですけど、まあなくても全然、まあ、野良パーティーだったらどっちでもいいかなっていう感じですね。で、まあ火力だと俺みたいにこういうキョンシーシノンじゃない弓コネクトを使う人がいるんですよ、野良パーティーだとね。で、まあキョンシーシノンじゃなくても自分のそのスタックバフを上げるコネクトチェーン効果があったりしてよく使われたりするんですけど、まあそういう点で理想を言うと片手コンで筋力増強バフを打つ方がいいですね。まあ野良パーティーなら、まあ、なくてもなんとかなるんですけど、まあ実際俺ね、筋力増強も水出場も持ってないんでこれでやっちゃうんですけど、まあどっちかっていうと俺サブタゲ向きの所持スキルなのかなって思うんですけど、まあない分はそういうのを持ってるサブタゲ募集すればなんとかなるし、まあどっちもなくても全然ね、野良でやるっていうのことも全然あったんで。で、まあそういう片手コンでも再建でもいいっていう話は、あの喋り出すと止まらないんでちょっとここまでにしておきます。で、あとは31層フロアボスって麻痺を使ってくるんですよ。だから麻痺耐性いるかどうか問題っていうのがあるんですけど、まあ、結論としては麻痺耐性がなくても問題なくできます。俺つけないでやってるんですけど、まあ、一応麻痺耐性 100% にできるけど、まあ、野良パーティーだとつけてはいないです。まあ、ただ麻痺耐性あった方がその何かしらの緊急事態になった時に麻痺らずにすぐ対処しやすいし、好きなタイミングでそのバフとかデバフを打つことができるんで、そういう利点があると思います。まあ麻痺耐性なくてもその慣れれば全然問題なくできるんで、その麻痺耐性ないからできないとか思わなくて大丈夫だと俺は思います。でも麻痺耐性スキル持ってるとしても、それを入れた状態で耐えられない人だったら麻痺耐性を抜きましょう。まあ例えばですけど、まあ俺が持ってるこの麻痺耐性スキル入れるとするじゃないですか。で、これ麻痺耐性 65% なんで、まあこっち指輪にも入れるじゃないですか。で、まあこれが、まあ、貫突してないんで 65%、まあ、こっち 30% なんで残り 5% 足りないんで、まあ、指輪に麻痺耐性を入れる感じで、まあ、こうやって 100% にするんですけど、このアビリティ枠1枠使って指輪も1枠使ってしまったりして、まあ、そうでない人はもう1枠麻痺耐性に使う人もいるかもしれないんで、で、アビリティ枠やっぱ1枠でも使うと結構耐えるのがきつくなる人とかいると思うんですよ。それで耐えられないんだったら麻痺耐性ない方がまだいいですね。まあ、俺はそのパーティーの強さに応じてその耐えられるかどうかって変わってくるんで、まあ、麻痺耐性ありとなしの装備セットで分けて登録してあります。で、次に裏セットなんですが、俺は斧にしています。なんで斧にしてるかっていうと、その31層フロアボスって HP が半分以下になるとブレイクタイマーが来るんですよ。で、そのブレイクタイマー発生攻撃がめちゃくちゃ強くて、でそれ来たらこの裏セットの斧に切り替えて、この斧の熟練度スキルの混合っていうやつで耐えるからですね。これ自分の HP の 10% を超えるダメージを受けた時にそのダメージを 75% も軽減してくれるんで、これで耐える感じですね。で、まあその31層フロアボスのブレイクってきたら、野良パーティーだったらまず絶対に諦めてください。もうみんな暗黙の了解でそのブレイクが来たら参加せず逃げるんで、まあ、タンクはこれ耐えられるんだったらその場にいる感じ、っていうかタンクは逃げちゃダメなんですけど、まあ俺はこれで耐えてますね。
で、まあたまにその火力の人で逃げない人がいるんですけど、まあそういう人はなんかその死んで助け起こししてもらう前提でその火力を出し切るっていう動きなので、ちょっと気にしなくて大丈夫です。で、俺はその裏セット斧にしてるんですけど、この覚醒効果の噴光っていうやつを大量に積んでます。これも噴光だし、まあ、これはそのユイの応援っていうことで噴光は 20% 回復なんですけど、これ 30% 回復なので積んでるしっていう感じで、覚醒したら噴光で一気に回復できるようにしてあります。なんか HP がほぼ減って危なくなった時にこのバリトンアタッカーエギルを撃ってから覚醒するっていうのをやってるんですよ。まあモーションが長いんですけど、その間覚醒時間なんで、覚醒起動中かなんで、まあ関係ないって感じですね、モーションの長さは。で、まあその混合で耐えるっていう理由なんですけど、まあ例えばこういうバーストスキルとかあるじゃないですか。これバーストで発動してる間自分無敵になるからこれでも回避できるじゃんとか、まあこういう回避率、これ貫突したら 100% になるんですよ、2秒間。これ撃ってる間はね回避できるんですけど、そういうのでも回避できるじゃんとか、そう思う人がいると思うんですけど、あのブレイクタイマーが連続で来ることがあって、でそういう時にこういうのをバーストで打ったり回避打ったりとかしたくても、その SP が足りなかったりクールタイムが回復しきらなかったりみたいなことがあって間に合わなかったりするんですよ。だから俺は裏セットを斧にしてこの混合っていうやつで耐えます。まあ、人によってはこのケインっていうやつですね、俺ケイン小杉って呼んでるんですけど、これをメインセットに入れて耐えるっていう人もいるんですよ、そのブレイクタイマー発生攻撃を。まあこういうの入れると、例えば裏セットをその自分がモブ狩り得意なセット、直剣モッドとか槍モッドとか入れるセットにして、そのモブ狩りで貢献できるっていうのもあるかもしれませんね。ただこれ入れるとこのタンク装備のうちの1枠を消費してしまうので、ソードスキル枠ですね、バフデバフが1枠打てなくなってしまうっていうのがあるんで俺は入れてないです。あとは斧ならこういうワルキューレリーファとか見据えた一撃とか、こういうのを持ってる人はモブ狩りがすごいやりやすいと思うんで、まあ、俺は裏セット耐える優先で噴光とか積んでますけど、もし俺がこういうスキルを持ってるんだったらもうちょっとモブ狩り寄りの編成にすると思います。まあ、問題は耐えられるかどうかなんで、まあ、耐えられなかったらやめた方がいいと思うし、耐えられるんだったら裏セットは全然モブ狩り優先の編成でいいと思います。あと俺は一応裏セットにもコーヒーブレイク積んであります。で指輪の火傷耐性 10% でカバーしてあります。片手武器ではないんで、その盾のレジストっていう熟練度スキルが使えないんですよね。まあ、これ火傷耐性 10% 上がるんですけど、これないんで、まあ、あとは耐えるのちょっと不安なんで、このザンプロテクトってやつをつけてたりするんですけど、まあこれはなくてもいいかな、普通にモブ狩り寄りの編成の方がいいかなってちょっと思えてきましたね最近。で次に実戦編なんですが、ボス部屋入ったらまずマップの左に寄りますね。なんで左行くかっていうと、中央でタゲ取るとそのブレイク攻撃が全範囲に及んでしまって避けられないためです。あとこのボスがこの最初奥にいてなかなかこっち来ない時ですね、そういう時はもうその場でタゲを取って大丈夫です。こういう感じでもう壁に近いんだったらもうその場でタゲを取ります。でなんかみんなこのジョーロコハルってやつ、これ撃つと右に転がっていくんですよ。だからこの右転がりをケアするためにこのマップ上で左がいいっていう人が多いんですよね。火力から見て右側が壁になってるからなんですけど、このジョーロコハルをケアするかどうかっていう問題があって、俺は正直どっちでもいいと思ってるんですけど、まあなんかパーティーによって違うんでどうした方がいいかみたいな。まあ俺はだいたいマップの左上で最初タゲ取って始まることが多いですね。で最初これ火力が注意する点なんですけど、これ最初ボスに触らずに誘導するんで火力がボスに先に触れてはいけないんですよ。だから火力とかサブタゲ、サブタンクは先に攻撃してはいけないっていうのにやっぱ注意した方がいいですね。触れたらその人にタゲが向いてしまいます。あとそのさっきこのマップ左に寄せた方がいいっていう話をしたと思うんですけど、そのパーティーによって違うんですよね、やり方が。パーティーによってその火力組がやり方変えるのと同様に、タゲもパーティーによってやり方変えていいと思うんですよ。
倒すのが3分切るようなパーティーだったらすぐ終わるから脱出口をケアせずに左上に行っていいと思うし、やっぱ倒すのに4分5分以上かかるパーティーだったらマップ右上とかマップ左下から開始した方がいいし、俺は最近だとノラパテで最初マップ上の右上左上左下のどこに誘導するかを聞いてからターゲを始めます。とりあえずみんなどこでもいいって感じならなんか左下にしようかなって最近思ってますね。でこのボスの誘導でボスに一撃も触れずに誘導するっていう風に言ったんですけど、これなかなかこっち来ないからって思って一撃でも入れてしまうとこのナルハが攻撃し始まって、その誘導したくてもこのボスがその場に留まって攻撃し続けたりするんで、最初は攻撃しないで誘導するのがいいですね。あと最初タゲスキルちゃんと打ってるのに火力が攻撃するとなぜかタゲがこちらに向かないバグがあるんで注意です。もうそういう場合はもう仕方ないんでもうそのまま続けるしかないです。あとタゲスキルを打ってもフォーカス攻撃してる間はナルハが火力の方を向いててこっち向かないことがあるんですけど、その場合はちゃんとタゲは取れているので大丈夫です。あとタゲを取るときは壁に密着しないと1バグが起こんないので、まあ、この動画見ての通り一番左に密着してタゲ取ってないと思うんですけど、こうやってちょっと壁と距離を取ると1バグ起こらずに立ち回れるのでいいと思います。あとは麻痺耐性なくてもできるって言ったんですが、まあ、麻痺耐性なくてもプレイングでカバーできるんで、まあ、こうやって麻痺った時でも、まあ、ディアベルのクールタイム回復した後すぐ打てば、まあ、なんとかなるんでこれでなんとか間に合わせます。まあ、全然ギリですけど、まあ、間に合うんで普通に。俺はなんかディアベル連打しちゃってますけど、そのスキル不発バグが連打すると起こりやすいって言われてるんで、まあ、本当は良くないんですけど、まあ、俺はなんか連打しちゃってますね。まあ、連打しなくて済むときはなるべく連打しないでターゲスキル打つ感じにはしてるんですけど、で俺は危なくなったときとかこういうブレックタイマーが来たときに覚醒して回復 しながらあの斧で受けるっていうのをやってます。このブレイクタイマー発生中はタゲスキル打ってもタゲが動かないっていう仕様があるんで、このブレイクタイマーが終わる瞬間にバリトンアタッカーを打つとちょうどタイマーが終わってからバリトンアタッカーが直撃するようになるので、まあ、そうやってタゲを取ってるんですけど、まあ、今回は、まあ、このまま何もせずに、まあ、斧で耐えて、で、まあ、麻痺が終わったら片手コンに切り替えてディアベルを打ってますね。でまあこのバリトンアタッカーはヘイトを集めやすいって書いてあるんで一応タゲスキルなんですよ。だからこのディアベルがスキル不発バグとかで打てなくなった時とか何かしらの緊急用にこれを使うっていうのもできます。まあこれモーション遅いんで、まあ、斧に切り替えて無理やりバリトンアタッカー打つとかそういうのはあんまりしないんですけど、まあ緊急用に使うっていうことも想定して入れてます。あと道中ですけど基本的に85層迷宮区と同じでパーティーメンバーが倒す速さに関係なく一番前まで進みます。先へ先へ進んで進めるところまで進んでその一番進んだ先でモブ集めしていくような感じですけど、めちゃくちゃ倒すのがみんな早い場合はこのまとめるのも、まあ、そこそこでとにかく先に進むっていうのを優先した方がいいと思います。以上で31層迷宮区のメインタンクの解説を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。